おはようございます。あーママ、あの挨拶は後ででいいからウォーミングアップ続けなさい。はいはい。ボイスケだいぶ元気になったな。そうですね、マシになりましたね。なんか最近没頭できる趣味を見つけたって言ってました。没頭できる趣味、はい、ほんほん。なんか僕も言われましたもん、お前も視野を広く持って先生みたいに新しい自分を見つけなさい。へえ。村上よ、まあ、バケたれ。え、食べろ言っちゃえろ、まあ、バケたれお前。なしか行くよ。はい、ごちょうどすることですね。村上を負けてる。じじい元気やな、連敗中やのに。そうっすね。な、はい、よっぽど楽しいんかな、趣味。そうっすね。なんなんですかね、その趣味って。ちょっと気になるな。気になりますね。聞いてきたろ。え、いいんすか。え、いけるね。多分、今やったら多分いけるよ。マジっすか。行ってくろ。はい。失礼しまーす。あれお前も視野を広く持って先生みたいに新しい自分を見つけなさい。ショートさん、監督の趣味って何やったんですか。今はお取り込み中やって聞けてないかな。ああ、そうですか。はい、てかさ、はい、監督の趣味について、はい、誰か知るとない。あ、なんか1年の一人がオフの日に見たって言ってましたね。え、それ監督に何て言われた。なんか、お前も一緒にやらへんかって言われたらしいです。おお、翔太。はい、監督ねえぞ。うわ、はじめ、おはようさん。で、最近、マッチョルか、ゴルフ。まあ、ぼちぼちっすね。監督すっかりハマってますね。いやもうな、お前がな、誘ってくれたおかげよ。ありがとう。あれからすっかりな、元気ようになったわ。村上、お前しかやらない。監督。え、口紅見てないですか。口紅。はい、僕の彼女が口紅を車に忘れちゃって、それポケットに入れとったんですけど、それ、私それでなくしちゃったんですよ。何それや、お前。口紅忘れて、みちょら。あ、まだ見つけたらな、言うたるわ。あ、お願いします。あ、それと監督、来週のゴルフコンペの仮装を決めました。あれ、なやなや、コンペで何コスプレせなあかんのか。はい。いやー、もう全然するの何してるか分からへん。そうやと思って、金髪美女の準備してきました。えこれだけ着とけば、大丈夫です。こっから出したの、今。大丈夫です。これつけたらいいか。はい。あ、すまんな。はい、ありがとう。あ、ちょっと電話出てきます。はい。おい、これ初めて言っとったら口紅やないか。はじめ、あったぞ口紅。ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。気ぃつけろ。はい、はい、あ、それと監督、今夜出発の強化遠征なんですけど、サードのミネタが故障が長引いて病院の先生に止められたらしくて。あと一人、はい、あと一人どうしましょうか。翔太誘うか。そうですね。 あいつまあサボりやけどな、はい、しっかり誘うか。はい、なら俺から言うから、はい、ちょっと翔太呼んできてくれ。あ、わかりました。はい、はい、はい、どく、おい翔太、はい、座れ。はい、単刀直入に言う、一緒に来ないか。絶対に嫌です。なるなる。理由を聞かせてくれるか。ああ、毎日ゲームしてるんで、すでに充実します。なるなるなる。ああ、いや、でも、
個人の自由だと思うんで、応援はしますよ。今すぎじゃあこいつは、今なチームは連敗が続いとるやろ。結構責任感じててな、いろいろ考え方が変わったんや。なる。まあ自分がね、指導者として恥ずかしいから、連敗を止めたいってそういう風に思っとった。正直言うと不細工やったよ、うん、今はただ純粋にお前らに勝つ喜びを味わってもらいたい。そのためなら先生は何だってする。新しい自分にもなる。連敗を止める、その思いだけや。まあでもね、別に強制するつもりはない。先生は今回はお前がコーチでやったら、それは別に監督、僕も行かせてください。お前が、はい。先生行く組ならみんなもう下集まっとるんやけども、はい、ちょっと翔太だけおらんねん、知らんが。あ、翔太さん、あの上上がって左の部屋にいてあります。あ、どうか。はい、ありがとう。はい、ちょっと遠征行くぞ。あれ、嘘だろ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 。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なる。うえ、一発目のミーティングということで一発ギャグでもするか。なる。大きい石ひろたか。はい、落とさず持っておいてください。はい、落とし玉言ってな。なるなるなる。よし、ほんならこうしようか。ちょっとそれぞれ新年の抱負お前か。なる。はい、僕は、去年はちょっと挨拶は博多でお前、新年3年生新年明けましておめでとうございます、はい。僕はちょっとあの去年は練習から出されることも結構あったので。出される？お前俺が悪いみたい。いや、あの出してもらって。はいはい、自分がちょっと悪くて、で生活習慣、今年は生活習慣とかも練習態度も全部見直して、真摯に野球とかにも向き合っていきたいなと思ってます。信じますよ。はいはい、お願いします。はい、お願いします。よし、じゃあ今年も行くか。1年生知らんな。なんやお前、やつの顔しようねえ。冗談。はい、部の伝統、一発目は陣地さん行ってランニングでしっかりと、今年1年よろしくお願いしますと、気がしに行く。 OK。 はいはい、じゃあ準備しよう。はい、はい。おや？まあ、いっか。15分だけ寝よう。あっという間じゃクリスマスはこうでなくちゃ。きっと君は来ない。来るよ。なる。あ、お前も練習せんでええよ。来たのあれせ、ちょっと先生のあの監督室、ちょっと年末に向けてちょっと片付けたから、ちょっとお前手伝え。なるなる。そもそもクリスマス練習させるのがおかしい。おや？え？これって過去の監督？まさかこんな過去が。よ、ミシェル・プラ。ええ、10万貸してけ。みなしつんとえたよいうこいわねて。なる。ゆくしなおるよんじゃ、スローササハ。なる。そらさのとっちゃいなすよおんでえすて。
なる。わなとぅな、サトシと。ほら。食べて、食べて、食べて。なる。いい。お子さんピパ。そこに。見させるライバクシー、やっぱニューラスルラッパー、やっぱり抜かせてやって。あれ、単なるやりなみるで、だとどうで。え？おばあとかママヤバにライセットすか？くそ！なる。くそ！なる。何この靴下。今日の掃除は、こうやったからどんなくなるんちゃうか、これ。なる。おい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 、これ、どれ。はい、もうどけ。なる。どれ運んだ。それ運んだけ。あ、会社。あ、今日って、親方は。あ、まだ来てんの。なるほどですか。あ、走れ。はい。おい、おいすけ、昨日の内容まとめとき言うたやろ。あ、すいません。使えへんの、お前。お前、いくつやねん。お前、17の俺に言われてよ。17？ なる。あ、すいません、申し訳ない。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、うんちゃ。こんにちは。ミーティング。なる。はい。行こう。はい。そこをな、しっかり意識してやっていきましょう。はい。お前ら、朝来た時、声が小さすぎる。なる。それじゃあダメよ。飽きがない。勝てないよ。なる。はい。まあ、それを意識して、はい、気合入れて、やっていきましょう。はい、めんどくさいわ。なんで選ばれてんまでだ。きしょいな。イリリリ。なんでどういうこと。いや、疲れてるやん、絶対。よいしょ。おや？は？
ょうもマジでしょ誰やねんマジで いやいやこれハロウィン時のスパイダーマンや誰俺のカバンに入れたやつ何で一緒にいらんからこんななんで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 はい、まあ2日目潜入ということで途中はハプニングがありましたが、まあYouTube にハプニングがつきものですので気にせずに、3日目ね、今度こそはいいリアクションで料理やっていきましょう。よいしょ。よろしくお願いいたします。前職は何をされていましたか。公式野球部の方で、指導者をしておりました。何を意識して指導されましたか。食べて解放。はい、ラララララル。おや、そこを意識しながら転職活動を続けております。また前職では野球部の方で指導者を、食べて解放を意識しながら指導の方。おや、社長。社長、あなた野球部の指導者さんだったんですね。どうりで素晴らしい方だと思いました。ありがとうございます。よろしく。暇すぎ。なんやあのじじい、普通採用のやつや、ドラマとかでは。ねえ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 、レッツゴー解放、解放エクステンション、レッツゴー解放。